こんにちは、寿司チャンネルです。今日なんですけども、今までクンティスモニターライト51センチのリモコン付きのものを使ってきたんですけども、リモコン付きでさらにバックライトも付いたモニターライトがあるということで、こちらをポチりまして届きましたので、今日はこちらをご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速開封していきたいと思います。クンティス40センチのリモートコントロールデュアルソースライトバーということで、はい、ユーザーマニュアル、電池、そしてこれですね、よいしょ、リモコン、これね、リモコン電池式になってます。おいでから、これがモニターの上に設置する部分ですね。結構金属でしっかりしています。高級感ある。で、 USB Type C、 ほいで本体、はい、こんな感じです。よいしょ、クンティスと書いてます。40センチでございます。 HY214 という型番になっております。バックライトがついてますので、使い方に合わせてね、後ろを光らせるという使い方ができますので、早速設置していきたいと思います。設置の仕方はこれですね。ここにこうやってはみ込むだけなので、めちゃくちゃ簡単です。これでモニターに引っ掛ければ設置完了。そして USB Type C、付属のものをつければいいだけなんでね、めちゃくちゃ簡単です。はい、リモコンなんですけども、電源ボタンを押したら電気が背面と一緒にね、両方つきます。そしてここ明るさの調整、プラスマイナスでできます。そして色温度の調整もね、このように暖色と寒色と変えることができます。無段階で変化さすこともできます。そしてバックライトだけオンオフできますね。で、メモリ機能がありますので、一回設定したら消してもまたそれを再現してくれるということになってます。今までの使ってた51センチのタイプは表示がないのでね、回転させるタイプなんですけども、大きさもだいぶ違いますね。まあ、直感的に表示されてるので、わかりやすいですね、操作が。はい、それでは早速クンティスの HY214 デスクライトつけていきたいと思います。スイッチオン。スイッチオンするとバックライトとモニターライト両方つけることができます。背面ライトだけ消すこともできます。用途によってね、使い分けができますね。仕事とか読書するときは自分の手元を照らして、間接照明として使いたいときはバックライトだけつけるということができますので、このモニターで映画とか見るときはね、バックライトだけで照らすのもいいかと思います。ちょっと私の部屋ね、本棚になってるんで光が広がらないんですけども、これがただの壁でクロスの白いクロスでしたら、もうちょっといい感じに間接照明になって雰囲気が出るんですけども、私の部屋ちょっとすいません、本棚になってるんで申し訳ないです。ということで、明るさをね、調整することができます。これが一番暗い、これ一番明るいですね。で、色温度を白っぽいのと暖色と変えることができます。私は白っぽいのが好きなので、こんな感じでね、白っぽい色のマックスの明るさにしておきたいと思います。一度設定すれば消してもう一回つけた時に、もともと設定してたメモリ機能がありますので、もともとの設定通りについてくれます。ということで、3000から6500Kの色温度の設定ができます。そして CRI、炎色評価数 CRI というのがあるんですけども、どれだけ実際の実物に近い色が
出るかっていう評価数なんですけども、100に一番、100に近い方がいいらしいんですけど、これが、この商品95ということで、かなり実物に近い色が出せるという、表現できるということになっております。40センチでね、このバックライトがついた商品、BenQ の商品でもあるんですけど、2万近くするんですよ。めっちゃ高い。ですけども、このクンティスのデスクライト HY214 は、なんと6000円台で買えますのでね、6998円の 10% オフクーポンが今発行されてますので、非常に安い。安くてバックライトついて、モニター、このリモコンもついてますので、非常にコスパがいいんじゃないでしょうか。そして、今まで使ってた51センチのリモコンやと、ちょっとね、シンプルでいいんですけど、表示がないので、ちょっとこう、明るさとかね、変えるときに、ちょっと、あれどっちだったかなってなるんですけども、今回のこの40センチの HY214 は直感的に表示されてますので、どこでどうしたらいいっていうのがわかりますので、非常に操作しやすいと思います。前面だけ、後ろだけ、前後両方っていう3種類の照明のパターンが使えます。そしてフードがね、独特な光素子フードがついてますので、目に直接入らない。眩しくないんですよね。手元を明るくしてくれますけども。45度の角度がついております。そしてフリックフリッカー。フリッカーフリーの照明、目に快適さをもたらすということで、安定的な光源になってますので、チカチカしたりしませんので、長時間使ってても、目が疲れたりしにくいということになってますよね。ということで、非常にコスパがいい今回の40センチのクンティスディスクライト HY214 6000円台で買います。リモコンがついております。前回の51センチのねモニターライトとどっちをメインで使おうか非常に悩ましいですけども、ちょっと考えてどっちをメインにするか決めたいと思います。どっちもいいんですよ。どっちもいいんですけども、まあ、51センチの方が明るさ的には広範囲に広く明るくしてくれますし、ポイント的にも明るいんですけども、リモコンがねたまに反応しない時があるので、こっちの40センチの方はね直感的に見やすくて操作しやすいのでいいかなとは思うんですけども、ちょっと考えてどっちをメインにするか決めたいと思います。ということで今回のこの40センチクンティスデスクライト HY214 概要欄にリンク貼っときますので、よかったらチェックしてみてください。このようにこのチャンネルでは人生100年時代を豊かに生きるお金、健康、ガジェットに関するトピックスを今後も上げていきますので、まだの方はチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。